はい、皆さんこんにちは、アジでございます。モトコさんで社長プレイですね、やっていきましょう。本当こんなに社長が口出しちゃいけないんだけどね、現場にね、とは思うんですけど、ついつい口、ああそっか、でもそうなんだよね、町の社長もそうなんだよね、ついつい口出しちゃうんだよね、社員がやることにね。それでなんか不和が生まれちゃうんだよね、きっとね。もう少し頑張らねえだってな、また別のことで頑張るべきなんだけどね。あ、流氷さんテンション上げ上げだな。攻撃力が97。あ、かろうじてまだいけそうだね。さーて、じゃあ私は中原地方の捜索に向かいましょうか。6日に、あ、城南だね。さあ、どうぞ。おや、そこにいるの？いい日和です。あんたもそんなことする場合じゃないだろう。急ですね、この辺りで名産になった。ちょっと待ってくださいね、こっちにね。おーっと、頑張ってね。あ、天満さん出てきたわ。やっと出てきたの。あら、あー、これ平均値だっけ。平均値なんだね。低いもんね、この場合出ない方がいいのかな。なんかそんな気もしちゃうんだけど。カコエさんも移動してるね。カコトンさん、あら、あ、カコトンさん賃料ついたんだね。カコトンさん賃料についたんだったら、カコトンさん移動しましょうか。賃料から巨匠に向かいましょう。かしこまった。うん、こんなもんでいいかな。報告します。ローエル急兵の訓練と。いいぞ。はい、いいですよと。さあ、じゃあ私は移動中だね。さあ、ここ眺めときましょうか。あ、今度こっち、あ、こっちはまた弱い人来るから平均で薄くなるね。これ薄くなったんじゃない。あ、落ちたね。さあ、どうなんだい、これ数字は変わらない。あ、もう皆さんできっちゃってるね。あ、陳東さん、ちょっと陳東さん誰か登用してよ、ちゃんと。あ、派遣してんだね。諦めるも言って、諦める、諦めるも言って。この3人は硬いな。しかし、あ、確信さんにね、諦めるも言って、諦めるも、諦め、諦めるも、諦めるも言って。ちょっと尊敬には手を出すのやめときましょうか。しかし、後々のこともあるんでね。さっきまさか流氷さん潰しにかかるとは思わなかったね。これは難しいな。さあ、中原地方の探索でしたので、お酒でも飲みましょうか。誰もいないかな。話がある。お、知り合いました、陳東さんとね。知り合うことができました。じゃあここを調査ね。はいと。手間の能力であればいいかと。着手せん。カモゼが制圧を完了、コリクの制圧を完了し、開始しましたね。よいしょ、よいしょ。どうなってんのかな、これ。さらにそこにテンション下がって弱くなった人が来てるもんね。でも仕方がないよね。いい勝負だな。ちょっと負けてるよこれで。入って、はい、乗用砲火6として豊作が発生しました。都市の兵糧が増加しましたと。牧羊などで豊作とね、おお、増えたんだね。はい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 。竜王の受信特性、個性虫ね。そう、ああ、11人の部署が異形の念を。こうなったか。誰だい？おお、宗神さんなんだね。おお、ちょっとの差で、僅差で宗神さんだったんだね。はいと。なんかまた忙しくなってきちゃったよ、これ。なんかまた忙しいわ。はい、閣下と総安民が真摯にやってと。はいと。よいしょ。よいしょ、よいしょ。あ、かこみさんいけんね。あー、そ、あ、そうあみさん取り合いなんね。よいしょ。さあと、これでどうなんの。わー、ほんといい勝負だな。捕まえれる。あ、ほんで、あ、で、芝居さんが、あ、強い、平均上げてくれるわ、これ。考慮にて演術が、あ、演術さんがね、元皇帝が、もしその後は天魔のお知り合いでは、なんと懐かしいなだ。
で、で、あ、で、私は終わったんだね。では、天満さんに、ちょっと待って、天満さん、出陣しちゃってんだけど。となると、私は、同盟を結びましょうか。外交ね。同盟を結びましょう。ここだね。孫家に、私が行きましょう。ピッタ。着手戦。孫作軍とのどうめかしら、わし自ら行うことにしようと。はい、じゃあ、剣業移動しましょう。天満さん出ちゃってんでね。序南にて、チートさんが文兵の説得に、おお、いいですね。うわ、どんどん集まってきてるね、これ。カコートンさんどうない？ああ、カコートンさんまだ早いね。早いというか、まだあれだね。テンション上がってないわ。これ、勝ったらテンション上がってくれるのかな、ちゃんと。でも、みんな下がってるよね。どうなんだろう。で、私は移動だね。報告します。これでの巡察と。いいぞ。で、はい、どうぞ。報告します。ロエルの文化投資ね。いいぞ。どっかから人呼ぶ？長領さん呼びたいんだけどね。長領さん今ね、お仕事中。あら？あなた何してんの？怪獣に行ってんでしょ？怪獣ってね、可否付近で不在になってないからね、何してないと思ったんですけど、おお、総力を上げてきてるね。可否から長領さん出したいんだけど、ちょっとこの人たちも仲良くやらないといけないんだよね。私やることたんまりあるわ。私でしかできないことすべきだね。加工とさん、もうちょい待ちましょうか。で、この人数。で、入って、有本さんが、ああ、純さんの説得にね。で、この人数。もう防御力ないけどね。7万と5万。ああ、なんとかいけてんね。はい、どうぞ。あらら。報告します。牢屋で農業に投資してはと。はい、どうぞ。いいぞ。で、報告します。牢屋で商業に投資してはと。はい、どうぞ。いいぞ。で、報告します。ロエラの旧兵訓練の提案がね、どうぞ。いいぞ。あ、で、やっぱりね、お金にちょっと不安があるので、分配ね。あ、ここだけ、ここ3160しかないもんね。じゃ、分配しましょうか。で、ここの町には行かないと。遅れませんがと。高専長は他の都市に、金兵糧を送れませんが、あ、いいですよ。とりあえずね、3000のところは困ってるんで、困るんで。さあ、頑張ってよ、皆さん。頑張ってね、縁で休憩した方がいいのかな、カコートンさん。カコートンさん、ちょっと動きましょうか。縁で休憩しましょう。かしこまった。はい、研究入りましょう。さあ、あ、池持ってるね。で、私はね、あ、私接客だ、ま、言うことなしだね。で、ここにするには、あ、絶世の数が少なすぎると。わかりました。絶世の数が少ないんですね。はい。いきなり交渉入りましょう。さて、どう解き伏せるか。私自ら来ましたよ。あ、周遊さんだ。そう思うと。あ、カンディさんだね、これね。なるほど。聞こう。これは誰だろう。手間を取らせて申し訳ないと。本日は孫作殿に申し上げたい義があり。あ、ほうりゃ、余計お高を。一つひらめき申した。ダメ結びませんか。うん。さてと。そちらの言葉に従う通りが見えんと。孫作の心は動いてるなとね。さあ、ロシュ君に。あ、ロシュクさんだね。誰もいない。誰もいない。これから日増やしますよ。あ、いるんだけど全然違う方向向いてんね、皆さんね。さあさあ、じゃあやっていきましょう。さあ、まずテイフさんね。要件を伺います。はい、孔明の後ね。では私とちょっと談話しましょう。三十三学びたいのだが、どこかにいい石はと。感謝する。はい、こっち管理をさらにと。こっちと石くんね。はいと。降りて頼みがあると、孫作軍と同盟を結びたいのだと。たやすきこと。ああね。ありがたし。もう一発上がるんですよね、これね。嬉しいですよね。
で同じことをバンバン皆さんに繰り返しましょう。よくぞおいでくださる。孔明の曹操殿をお迎えできるとはと談話しましょうね。うわあ、本当曹操さんチートだわこれ。すまない。はい、はい、24になったでしょ。じゃあ20超えたんでお手伝いねと。降りて頼みがあると。お受けします。おお、ありがたし。ありがたいですね。さあこれで全力を持っていけますね。はい、次シュチさん行きましょうか。よくぞいらっしゃいました。はい、ちょっと話しない。すまない。はいと。で口添えね。はいと。喜んでお受けいたします。ありがたし。楽だわ、ほんと楽だわこれ。あ、長所さんだね。で今のところ 1,2,3,4。 あ、関東さんだね次ね。そうだね、次関東さんだね。よくぞおいでくださった。談話しましょう。すまんな。で口添えお願いと。はいと。お受けいたす。ありがたし。はい、また上がりましたよ。で今私をここで見れるんだよね。お、もう工場で 100% なってるわ。すごい。最終交渉しましょう。さてどう解き伏せるか。今度関連さんこっち行ったんだね。失礼するぞ。手間を取らせて一つひらめきました。良いんだよまだ。不安がございます。おお、先生なのこの関技校もお聞きくだされ。周陽平。お、考えがございます。うわ。考えがござる。守備はこのように。孫作さんもこれだけのものが賛同しています。何とぞ護衛団を。なんだと。なんとデフォームしかでもか。いいぞ。はい、36ヶ月間の同盟結びました。さあこれでじゃあ言うことなくなったので、さあ現場見に行きましょう。あれどうなってんだい。ああまあ負けることはないね。あ、ソージーさんまだいるね。じゃあジャッキーさんはこっちか。カコートさんはちょっと寄り道して縁で一服と。こっちは任せていいよね。こっちは任せていいんで。じゃあね、そうだ、孫作さんに頼んで裏ついてもらおうか。あ、でも裏ついてもらったらあれだね、取られちゃったら困るね。自力で何とかしましょうか。自力で何とかしましょう。じゃあね、私も出陣しちゃおうかな。いやでもね、その前天満さん、天満さんまだ出陣中だね。仕方がないのでここら辺の人と仲良くしておきましょう。よくぞいらっしゃいました。はい、談話ね。すまない。いや一騎打ちをね、一騎のあれをね、一騎打ち多いでしょ私。なぜかなぜか絶戦よりも一騎の方が多いんで困ってんですけどね。早報告。任務は成功だなと。東洋は諦め、諦めるも言って。思い出した。しかし思い出しました。彼らと仲良くしましょう。悪い人いるんでね。あ、涼花さんとも仲良くしたいけど、ちょっとねこの低い人たちと仲良くしないといけないなと。どっち先行く。こっち行こっか。13日ね。あ、どうぞ。よいしょ。どうなってんのこれ。あー、なんかほんと泥仕合だね。あ、いえ、カンモさん終わったかい。カンモさんこれだね。カンモさん終わったか。じゃあカンモさんはとりあえず、そうだね、建築に有利な人探しましょう。あ、これじゃないね。あの建築部隊作りましょうか。あ、またやっちゃったね。もうね、ポンコツになっちゃったからね、私もね、困ったもんでね。特技、連戦神速。どれだっけ。
あ、これじゃないね、こっちだね。一度見ようか。豪傑とかじゃなくて、兵器じゃなくて、工場、縄文人、兵器、与えたダメージが増える。あ、違うね。賢人？あ、ないのかな？ないね。あ、ないか。なかったら、ないんだったら、作りたいとこか。とりあえず白馬作らないとダメだね。白馬には作らないとダメ。ということはカモさんはちょっといっぺん解散だね。カモさんありがとう。で、とりあえず白馬に出兵で、どんだけ残ってっかな。あ、9人。あ、皆さん作業中だな。こっちもそうでしょう。あ、作業はしてるね。じゃあね、そこそこなのはこの遠洋さんかな。承知いたしました。兵力最大で弓がいいんだね。あ、青春兵も作れるわ。アイスにしましょう。はっ、全力を尽くします。はい、お願いしますねと。で、私はここからもう向かっていくから、あ、っていうところで時間が良くなりましたかね。じゃあね、曹操さんで三国志13ですね、社長ペッ、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。